ょっとちょっと、おっさんおっさん、金持ってそうだな。お財布はどこかな。さっさと金出せ、こら。申します。おい、ちょ待て。逃げるな。はいはい、ちょっといいか。かっこいいね。ムカつけ野郎だな。いらっしゃい。気に。
やるしかないのか。
山さん。悪い、待たせちゃったから。いえ、私も今来たところです。さっきまた堀江さんに電話したんですけど、やっぱり出なくて。そうか、まあいい。なら遺書が戻ってきてないかどうか自分たちで探してみよう。パクさんの遺書か、どこにあると思う？警察から戻ってきてるなら社長室の中だと思います。社長の遺品をまとめて入れたお盆がありましたから。秋山さん、ありました。こいつがパクさんの遺書か。あとは彼女が左手で書いた字もこれと一緒に見られるといいんだけど、どこかにないかな。そのメモがどこかにあると思います。鍵がかかってる。開けるんですか？なんかこの鍵変わった形してるね。え？見てごらん。鉛筆でも突っ込めそうな感じの鍵穴だ。ダメか。なわけないよね。あ、もしかして。それは？社長から亡くなる前にいただいたんです。少し早いけど、私のデビュー祝いにって。開いた。マジ？手紙と帳簿だ。こんなとこにあったのか。社長。おっと、社長が亡くなった日のメモだ。不在の時にちゃんとできるように細かな指示が書かれてるね。多分それです。堀江さんに当てて書いてたメモは。つまり左手で書いた文字ってことだね。違うな。素人目にも文字の癖が全然違う。それじゃあやっぱり遺書はパクさんが右手で書いた文字を真似たものだ。つまり彼女の右手が一晩で急に治ったんじゃない限り、この遺書は偽造されたものってことになる。やっぱり自殺なんかじゃない。彼女は殺されたんだ。わざわざ手の込んだ偽装工作までされてね。やっぱり。何の音だ？何かあったんですか？人だ。上から誰かが落ちた。
おい、待て。秋山さん。なんなんやお前は。そりゃこっちのセリフでしょう。堀江ちゃん、お前がやったのか。パクさんを殺したのもお前か。ちゃん、俺やない。俺は脅されてただけや。脅されてた。頼む、見逃してくれ。俺は何も悪くないんや。勝手なこと言ってんじゃねえよ。なら、もうこうするしかねえな。最初からその気だったんだろ。ぶち殺したのか。話は後で聞かせてもらうぜ。おい、堀江ちゃん、しっかりしろ。堀江ちゃん、今すぐ救急車呼ぶから。119番消防です。火事ですか？救急ですか？もしもし、どうされましたか？誰だ？知る必要はない。今すぐ楽にしてやる。火事ですか？秋山さん。お
おい、どこ見てんだよ。化け物か。はよ楽にしたろ。荻田さん、その顔覚えたで。堀江さん、どうして？多分荻田とかいうやつにやられたんだ。え、荻田さんが？とにかく今は堀江ちゃんを病院に運ぼう。何としても助けなきゃ。荻田勘はすぐに見つかると思いますわ。今大阪中に緊急手配しています。とりあえずは堀江博さんへの暴行、殺人未遂容疑での重要参考人ということですけども。でもまあきっとパク・ミレイさんの件では引っ張れないでしょうな。どういうことですか。さっきも話したでしょ、あの荻田っていうのにはパクさんとの間にトラブルがあったって。それってパクさんの死を解明する上でも重要な事実なんじゃないですか。せやけど
例の件はもう自殺でほぼ固まってますからね。なんせ警察の方針としてパク社長を自殺と断定しまった手前、その情報だけで再捜査というのはちょっとね。そんな、さっきの現場には銃を持った本職の連中までいたんですよ。何かないと考える方が逆に不自然だ。まあそれも含めて荻田を捕まえれば明らかになるでしょう。この先は我々に任せといてください。素人さんが首を突っ込めば危険なことにもなりかねませんのでね。それでは。